え皆さんこんにちは日中医療衛生情報研究所宮本でございます、えー、今日はですね中国の状況ということであの武漢市及び国家の,あの衛生健康委員会の発表から見た新型コロナウイルスの根尺物語と対してお話をしていきたいと思います、えー、左側がその中国における患者数の 増加関係ですねそれから右側が死者ですでこの一月2月の13日に突然あの数字がポンと載ってます、えー、この理由なんですけれども湖北省がその1万人とかの患者を報告しています、えー、理由はあの他の省、市、区と比べてですね、えー、湖北省だけあの診断基準が違うのはおかしいと まあ、国に氾濫,氾濫したのか、えー、分かりませんが、えー、同じ基準でやったら、えー、こんなふうになりましたということで、えー、増やしておりますあとはその4月15日以降、えー、6月の20日までの22あ66日間、えー、死者ゼロが続いておりますここであの去年の年末に戻ります 12月30日の夕方に、リブンリョウというあの眼科医が、ウェイシンという中国の、のあれですね、ラインみたいなものです。これであの情報を配信しています。一つ、カナンの海鮮城で7人の SARS 患者が見つかった後、1時間後、補足をしています。コロナウイルスであることは確認ができたと。ただ えー、とそのタイプがまだ未定なんだということと、あんまり拡散しないでねと同僚の石田新には伝えていたようです。で、12月31日、翌日です、えー、武漢市の衛生健康委員会は、えー、当市において奇妙な肺炎が流行しているということで、しらあの病院関係者に調べてみたところ、河、え、南、ー、の海鮮場関係者が27人見つかったという発表をしております。 でその翌日、えー、そこの卸売市場が、えー、閉鎖されてますで1月3日にあのこの李先生は公安に呼び出されて、えー、処罰を処分ですね訓戒処の署,署名を求められて、えー、処分を受けたということであります、うん、この李先生のですね感染から死までの 本当に1 1ヶ月なんですねでこれを見ているとこのようになります1月8日に高齢の患者さん緑内障の患者を診察したらその患者さんが翌日に、えー、熱発それからは肺炎の症状が出てきてまあ李先生は、えー、新型肺炎ではとあの強く疑うようになりますところがその翌日にこの李先生に熱や咳の症状が出現、えー、翌々日12日には ICU に入れられてしまいます 1>, 1月31日、入院中もですね、まだその先生は元,、まあ、元気というか、あのネットは使えたんで、情報の発信を継続していきますで、その中でその市の公安当局にどんな処分されたんだといったことを詳しく伝えています。で、2月1日にあのやっと陽性反応、で、同日、両親とその同僚の医者数人が感染してたということが分かり、 えー、2月の7日にはあの彼の勤務先の病院である中心病院が、えー、その死亡を発表したということになります、えー、この方ですね、まあ、皆さんご存知かと思いますで、えー、右側は訓戒症ですでこれあの別に欠板じゃなくってあの、えー、もうこういう悪い,悪いことをしないかっつったら「はいと」とそれから「えー、ちゃんと分かってるか?」って言ったら「分かってる」と書いて。 で自分の署名をさせられて、でそこにあの母音を押されたというものです。で彼が押した理由はあの、医療活動を続けたかったので、こんなんで、あの反抗するのはよ,よくないと思ったからだというふうに述べていらっしゃいます。で、1月3日からの,あの動きですけれども、その李文涼さんが処分された日の夕方ですね、あの原因不明のウイルス性肺炎と。 であの要するにウイルス性肺炎であることを特定したということで、その市の衛生局は44人の患者を発表、で5日、えー、m マーズが排除され、サーズも排除したよということを発表しています。じゃあなんだと、私も見てたんですけど、なかなか答えが出ませんでした。で1月11日、えー、市の衛生健康委員会が3日以降の心発患者はゼロですよと、人一人感染のエビデンスは今のところないと。 とする文章を発表で。その日、初めてですね、国家が出てくるんです、えー、WHO と新型ウイルスの遺伝子配列情報を共有する、していくというふうな1行だけの発表をしています、何なんだろうと。で、1月の18日と19日に、あのー、武漢市で追加の新発患者があの出ましたよということで、えー、発表をしています。それ 1>, で1月21日、えー、国の方が初めて、あのー、患者情報を発出しています。で、1月21日、同じ日ですね、大連の新聞ネットワークが、広、うん、東省でもその武漢と関係あった患者13人が、えー、確認されたという報道、で、同日、朝5時58分、えー、武漢市の衛生検当局が、医療スタッフ15名が感染していると。 技術見つかったといいう発表を示唆されています、うん、22日突然ですねあの武漢市の衛生当局は、えー、情報公開に関するの業務のご案内とするちょっとタイトルだけでは意味が分かんなかったんですが中見たら今後は湖北省の衛生当局が発表するんで武漢市の衛生健康委員会は関与しないと発表しないということを えー、多分非常に残念だったんでしょうあの本当に短い文章で発表してますで、えー、これ4月16日からって書いてあるのはあの国家の方の発表の中で4月15日分までの死者はあったけどその後は、えー、死者がゼロ更新が続いてますよということをここで表してますそうなると国内での,その首都段落間も あったんでしょう、えー、健康委員会は、えー、その関心の的先を輸入症例と無症候の感染者に絞ってきたようです、えー、絞るというか向けてきたとで3月5日にそれから4月1日に、えー、と輸入症例に関する発表それから3月31日からは無症候の感染者の情報を発表するようになりましたこれがあの無症候 感最初のほうでぐっと急激に増えてますけれどもあとは今はですね20人以下ですで輸入関。輸入に関しても、えー、ここの大きな山左の大きな山がありますけれどもこれはあのイランにいた、えー、中国人が日本あの中国に帰ってきたとか。 えー、フランス、それからイタリア、であとはイギリスからもですねであの、シンガポール経由で帰ってきた人もいたんですけども、モスクワ経由で帰った人が結構いて、そういう便の中で、えーまあ、結構たくさんの人が見つかったという発表です、最近はもう20人を切るようなレベルになっています。 でここであの、やっぱしこのタイミングで発表しますとなるとあの、北京のクラスター発生に言及しないわけにいかないんで、急遽追加してしまいました、最、えー、新のネットワークです、えー、北京の包帯というところにある卸売市場であのクラスターが出たで毎日の発生者数はこんな感じになってます。 であの合計で19日分までの11日最初が見つかってますんでその19日までの部分で205人見つかってるということになりますでちょっとここの黄色い地図の黄色いのは上が中学下が小学校なんですがその,その周りにあちこちにその、えー、扱う食品の種類が違うあの卸売市場がたくさんてあの散在してます でこれのある位置はどこだっていうと、えー、この真ん中が北京市って書いてあるんですけどもここがあの呼吸があるところですねこの辺で、えー、左が下にかい書いてるのが今回はクラスターの出たところで豊泰区のそのシンファーディというその卸売市場で右の下から2番目があのソンギ・トンリあの松の2例のそれから 東の里っていう市場なんですけどここはうちのかみさんも我々の駐在時代に買い物に行ったよっていうところですが、えー、かなり大きな、あのー、青空市場がありましたということで、えー、お時間もあオーバーしてしまいましたので簡単,こ簡単ですがこれで、あのー、お話を終わらせていただきたいと思いますあの私写真撮るのはもともと仕事をしてましたので うーんこういう笑顔を撮るのが好きでたくさん撮ってきました出張先の,あの観光客やあのレストランの方とかホテルの方とかで真ん中にいるのはあのうちの嫁さんかみさんと私の息子でございますなんていうところで今日は本当にありがとうございました